にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、道志の森キャンプ場に、キャンプに来ております。第1部をご覧になってない方はですね、一度概要欄の方から第1部をぜひご覧いただけたら嬉しいです。第2部はですね、久しぶりに道志の森に来たので、1年ぶりかな、1年も経たないかな、来たので場内散策とあと車中泊をしようと思ってますので、その車中泊の準備をしてみようかなと思っております。まだね、このビール飲み終わってないんで、これ飲み終わったら歩いて、支払い、お金の支払いと一緒に場内散策しに行きます。下ってくるとですね、我々が立ったテントの方から下ってくると、もうこのようにかなりの方がね、場所取りをしておりますね、にぎわってます。プールの近く行ってみますか。このまま、はい、プールのとこに来ましたね。コロナの影響なのかな、まあ、それとも、もともとこのプールに水が溜まる期間が違うのかな。6月の中旬は、去年来た時は6月の中旬に来たっけな、水が溜まってたかどうかはね、定かはないですけどね、相変わらず人は多いですね。着きました。いいですね、この雰囲気、相変わらずですわ。あの狙ってた高架下もね、やはり取られてましたね。人気スポットなのかな、涼しいしね。払ってくるか。お金わざわざ払いに来たのに、日曜月曜は管理棟を閉めております。巡回にて受付をさせていただきますので。いいよね、ほんとこういうところの雰囲気、あえてここに座って酒を飲む、ほんとしたいよね。あ、こんなところに薪が、めっちゃパクリてー。あれ、これもしかして流しそうめんできるようになってたのかな。まさか、昔、その昔、向こうまで少し斜めになってるもんね。どうなんだ、うーぬ。散策もね、ここはだいぶしたので戻りますかね。いや、ふと思ったんですけど、管理棟空いてないっていうことは、炭と薪をもし買ってきてなかったら、ここで買えなかったっていうことになりますよね。どうなんだろう、巡回の時にそれを出してくれるのかな、持ってきてくれるのかもしれない、持ってきてくれるのか、多分そんな感じか。ちょっとその辺がね、まだよくわからないですけどね、とりあえず買ってきてよかったなと思いましたね。もうあの喉が渇きすぎて、道中で買った CC でももうすでにもちゃがね、軽く飲んでるんですけどね、いただきます。うますぎる。戻ってきたんですけど、なんかやっぱいい感じですね、これね。キャンプ楽しんでる人みたいな感じになってますね。だいぶスタイル変わったな、去年と。たまらんな、これ。はい。それではですね、今回車中泊に初めて、トライしてみようと思ってますので、実際には2、3時間の睡眠とかね、
前の座席で寝ることはありましたけど、後部座席を倒してみてフラットにして本格的にキャンプで寝るという行為は初めてなので、まずはこの中をですね、フラットにしていきます。はい、現在こんな感じですね。これを倒してフラットにします。はい、倒しました。今こんな状態なので、この隙間にですね、もともと使っていたエアベッドを、ちょっと汚いんですけど、ね、すいませんね、砂だらけですいません、エアベッドを埋めて、ここの隙間を埋めて、でさらにその上にエアマットを置いて広いベッド空間を作ってみます。はい、これでしばらく待ってみます。こんな感じで隙間が埋まって、なおかつ枕ができましたね。これだけだとさすがに厳しいと思うので、そこにさらにエアマットを敷いていきます。空気を入れました。入れてますかね。思いのほかでかくてびっくりした。これあとね、今カメラ撮ってるからかわかんないですけどね、すっごいめんどくさい。これだったらテント立てた方が楽かもしれないな。カメラ撮ってるからかな。あ、けどすぐ空気入るな、これ。あ、終わりそう終わりそう。もうちょいで完成ですね、寝床の。はい、完成しました。思いのほか気持ちいいですね。これにあと枕も使えますし、毛布も持ってきてますし、ブランケットもあるんで、高さ調節はいくらでも、効きますね。で、足がね、ぴったり、まあ、ちょっと見えないですけどね、あの扉を閉めるとね、足がぴったり収まるぐらいなので、まあ、私、身長185あるんですけど、うん、私はこれ眠れますね。寝返りも全然打てるし、あ、これは快適だわ。楽しみだ、こんなぐらい寝るの。完成。こんな感じでございます。全然いけそう、楽しみねんの。最大頑張れば3人いけるな、この車の中で。気持ち悪くてできないけど、これが中から見た感じなんですけど、若干やっぱ狭いっすね。ここにね、テーブル代わりのところがあるんで、まあ酒、車飲みできますね。車飲みできます。大雨の時とかはね、この中で楽しむってこともできますね。寝てみないと分かんないですね。まあ、あの暑すぎたら、さすがに車の中では寝ないですけど、扇風機3つ持ってきてるんで、暑さ対策として。大丈夫でしょう。よし、じゃあ一旦ゆっくりするか。はい、こちらもですね、あのセカンドストリートで買った1000円ぐらいのかな、ハンモックを肩結びでね、結んでみましたけど、どうなんですかね、合ってるんですかね。乗ってみます。怖いマジで怖い。あ、ちょっと一回カメラ止めるか。カメラ止めますが、乗ってから一応成功しましたが、向こうがですね、長さ足りずに、あの宙ぶらりんな状態なんで、かなり危ないですね。頭をね、むしろ反対にしたいんだけど。あ、気持ちいい、ハンモック。これで仮眠でも取れるかしら。虫がすげえ。ハンモックで寝ちゃいました。30分ぐらい寝たかな。すげえ気持ちよかった。で、今4時半になろうとしてるとこなんですけど、太陽が見えなくなってきたので一気に寒くなってきましたね。これ夜相当冷え込みますよ。怖いな。というところでですね、一旦またちょっとこの後ね、寝ちゃうかもしれないんで、またこの辺で一旦ですね、動画を終わらせていただきたいと思います。最終話は晩飯ですね。第3話晩飯とさせていただきます。よかったですね。
チャンネル登録、高評価など押していただけたら嬉しいです。ではまた第3部でお会いしましょう。バイバイ。完成いただきます。ではいただきます。アヒージョの熱そう、熱そう。あ、あ、うん。